5月17日月曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。 おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、週末はねあんまりお天気かばしくないと特に昨日はという感じでしたが、えー、今日も曇り時々雨、えー、日本屋上濃度計21.9度なんですが湿度が95%そうですねいや今日他社に玄関開けるとうわむし暑いなという,、ね、うえ感じで出てきましたけれどもはいあの 東海だとか、あるいは関西方面は。 昨日あたりりすでに梅雨入が発表されて,いてそう、なんですよ昨日ですすよ昨日ね近畿と東海、梅雨入りということでして、<ー>あの近畿、東海ともに平年よりも21日早く、去年よりも25日早いということで、なんとですね、1951年の統計開始以来、うん、近畿は最も早い梅雨入りで、東海は2番目に早い梅雨入りだったんですね、まあ、週末迎えてのね天気予報、金曜あたりはいや、ひょっとすると関東も梅雨入りしちゃうかもしれません <laughs> みたいなことが。 言われてたもんねそうですよねそして、えー、今日も曇り時々雨。このまま行くとまあ関東も相場梅雨というねそうなんですよ週間予報を見ますと傘マークですとかね曇りのマークが結構続いてますのでねちょっとジメジメした一週間になりそうですあの目に青葉というようなですね、えー、清々しいお天気っていうものをあんまり経験せずに梅雨入りしちゃうのかと思うんですが <laughs> あのなんとかなんとかお天気持ったのは土曜日かな、はい、という感じで、うん、うちも土曜日にですね土曜日の午前中学校があった えその後あの子供は元気に、えー、外に遊びに行ってよしよし、これで体力を消耗してくれれば夜ちゃんと寝るぞ <laughs> と思いながら私は見てたんですが、はい、いやまさにスポーツ真っ盛りという感じでねあの週末はいろんなスポーツが行われてましたが、ねえー、今日あたりもです、ねあのー、一般紙でも取り上げられていたのが あのパラリンピック、えー、いよいよ100日というのも合わせて、はい、であのパラも含めたトライアスロンを横浜でやってたんだよね、週末の土曜日がパラトライアスロンのいわゆるエリートというかその選手の皆さんが出場していたということで、はい、私もですね早起きしてオンラインで見つつ取材しししつつ過ごしていました、うんまあ、ここら辺がねちょっとあのコロナ禍で取材の形も変わってきてるなというところもありますが、はい、オンラインででも朝早いんでしょう。 50分が最初のクラスのスタートだったので、6時には起きていろいろこう準備をして整えて、中継図像を見ながら、ちょっとメモ取りながらという感じでしたね。なるほど。いつもでしたらね、横浜まで行ってその朝焼けをこう眺めながら、そうか、朝焼けの時間から動き出すんだね。うもう始発から行くので、いつも。で、ひかわ丸があって。 ででももしね良ければそのアスカツーとかもねそうだよね大桟橋のところにねそうなんですよ。でそのちょうど間をあのスイムで泳いで泳いでいくですけどそんな景色をこう見てですねあこの季節が来たなって思うんですけど今回はオンラインでその様子を見ていましたねいやでもあのホームページを見ると本当にいろんなところに気を使ってるなっていうのがね分かってこういうことやってあの感染は予防してるんですとかねはい今回もだってエリートのクラスっていうのはこれ海外からも来る そうですね海外からも選手の皆さん来ていていわゆるそのバブルシステムといって競技会場、宿泊施設あとトレーニング施設ですかねこの3つのみでほとんど動くようにして、うん、専用の車両でこう移動するというような形だったそうですね。ねだからら外はほっつきき歩いたらでまませんよとできませんんよよとと もしそういうのが分かった場合はそれこそ資格の剥奪も含めてやるぞとこれ、はいええ、<laughs> さ考えてみるとあのー、我々日本人が経験する以上の罰則付きのこれまあそうですよね考えてみれば確かにいや実はこれをやってるんだと、うん、より安全安心な大会を目指してっていうね、はい、うやっぱこういう情報公開も相当気使ってるんだねそうですねホーームページ上をこう調べるるとどうういいっった形で運営してるかってかな情報公開は 結構細かくしているんで、すよねでこのトライアスロンに関しても調べてみると、そういった情報出てきますので、うんえ、見ていただければ結構興味深いかなと思うんですけど。うん、で、まあ、観客の皆さんもね、基本は入れないので、はい、もうネット上でいろいろな形で配信したりとかっていうのね、朝早くやってんだね。そうなんですよね。で、なんか中継映像を見ていると、うん、横浜のその、なんていうんですか、名所を回るコースになっているので、ね、山下公園であったりとか、それこそちょっとコスモワールドのちょっとっ、はい 額だったり赤、はい、レンガ。ね、そうなんですよ。赤、うん、レンガ倉庫とか。久しくその横浜に行ってなかったので、ちょっとこう観光気分にもなりながら見ていて、また山下公園のバラがもう綺麗に咲いてるんですよね。今本当だったらいい時期だもんね。ねえ。 あまあまあ、そう考えると、まあそれをね、疑似体験でウェブ上でできればと、はい。一粒分二つも三つもおいしいと。そうなんですよね。えー、試合も見ることができて、ちょっと横浜の街並みも見ることができてという。うんうん、まあ、あの、新庄アナウンサーは様々な形でこうパラスポーツ取材をしてます。これから先っていうのは、まあパラリンピックに向けてもいろんな大会が行われるわけだよね。そうなんですよね。もう続々とですね、うん、行われる予定になっていて、その大会に関してもいろんなその対策というのも講じていて、それ それも、あの情報発信していきますよっていうふうにね、あの各競技団体の皆さん、こう発表しているので。まあ、そういったところも、こう見つつ、もう試行錯誤の連続ですよね。そうだよね。まあ、あの、その辺も番組で、また、あの取材ができればですね、はいろいろと報告してもらおうと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構、ジアップは、リスターのあなた、コメンテーター、私、だ、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。 え、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。6時半頃からご登場いただきます。え、まずは新型コロナウイルスワクチン大規模接種センター。え、今日予約の受付が始まるとのことです。え、それから C 代ですが、まずは次期衆院選に向けた動き、共産党の C 委員長が立憲民主党と協議へというニュース。え、それから緊急事態宣言、週末にまた対象が拡大されました。え、そしてミャンマー情勢について、 日本人ジャーナリストの北住祐貴さんが14日解放され帰国しております。そしてキーワード入管法の改正。さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、イスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突について、中東情勢にお詳しい国際政治アナリスト菅原いずるさんに電話でお話を伺ってまいります。 今週は毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントします。えまた工事ウアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。 えー、今日はね、まあ、週明けということで、週末を挟んでもバラバラという感じで、えー、あります。まあ、コロナについてというのをいろいろな角度からという感じですが、産経新聞一面トップは大規模接種有事の官民作戦ということで、東京大阪で今日予約開始と、その内幕の部分がね、産経の取材によるとという感じで書かれております。1月下旬から実はあのの極秘に官邸の内部で検討が されていたというようなところ。しかも、それっていうのは相当人数絞られていて、河野大臣もほとんど知らなかった河野ワクチン担当大臣とは異なるラインで計画を進めたというふうに書いてあります。いろんなことをやっていたんだなということを思う反面、河野さんからしたらちょっと面白くなかったんじゃないかなというのも感じるところでありますが、それから、 毎日新聞、ヤングケアラーに家事支援ということで、家族の介護や世話を担う子供、ヤングケアラーの支援策についての記事であります。今日公表ということですけれども、厚労省と文科省の共同プロジェクトチームの報告書のポイントが書かれております。まあ、政府、今日公表ということで、相談体制もこれから整備していくんだということが書かれています。それから読売新聞ですが一面トップ大型船の燃費国際格付けと 2十三3年に導入し、まあ、CO2 二酸化炭素の排出量の半減を目指すということなんですが、まあ、これ 前々からですね、あのー、LNG を使ったとか、あの、環境に優しい船を、あるいは全部電気でできないかとか、いろんなことはこう言われていたところなんですけれども、まあ、燃費の良い船を運用していきましょうね、ということであります。まあ、それとともに、あのー、結構こう、自動航行みたいなものとか、航行の、あのー、 管理とかもデジタルでリアルタイムでやるということによって、まあ、それによっても結構燃費を良くできるというようなことも言われていて、まあ、あの、船の性能だけじゃなくて全体のオペレーションでも CO2 を減らす努力みたいなものは業界全体としてはいろいろこうやっているようであります。一面ご紹介今日の気になるでした。 えー、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。半身、まあの話は後ほど、はい、たっぷりとやるとして。はいえー、この時間、まずはですね。 新型コロナウイルスのワクチンについてあのニュースでも出てきてましたけれども今日から東京と大阪の大規模接種センターの予約が始まります、えー、東京は午前11時からそして大阪は午後1時からの予約受付ということであります、まあ、防衛省の、ね、ホームページの予約サイトとあとはアプリの LINE を経由してというう形のようです、はいあのー、総理官邸はですねやっぱりこの大規模接種センターの設置、はいえー、あれ運営に関してですね 相当大きなね、はいえー、期待を持って。 で望んでいるなとまあこれがですねうまくいくかいかないかということでそのワクチンの接種率のね今後の動向も大きく影響してくるのかなと思いますね。でなぜそうなっているのかというとですね、はい、そもそもねこれきちんと理解していただきたいんですが、えー、じゃあ,あの首相官邸がどう認識しているのかというとそもそもワクチンというのは、うん、まあいろんなその目的というかな効能がありますよねその中でもやっぱり重症化を防ぐと予防するというところに一番注目してるんですよ、はい、で実はファイザー 有効率90%というふうに言われてますけれども、これ、あくまでも首相官邸の認識ですよ、はいえー、90%で認識されていて、それは重症化を防ぐのが、えー、90%、つまり10人に9人は、えー、重症化しないと、ワクチンを接種すれば、はい、でモデルナ製のワクチンに関して言うとです、ね、えー、これ70%、まあ、とはいってもかなり高い、えーえー、率ですよ有効率ですよね、はい、これも重症化を防ぐと。でこれををや、ね、やっっぱぱりり高齢者に向けてて接種をしていくとやっぱり重 重症化を一番大きく抱えているのは高齢者ですから、その高齢者が重症化するのを抑え、そして、うんえー、重症化向けのベッドのです、ね、病床の、えー、占有率、使用率もです、ねえー、押し下げていくというところで、うん、医療提供体制の,その維持につなげていくというね、はい、やっぱりそのあたりを考えていくと、このワクチン接種が、で特にリスクの高い人たちにです、ね、接種をしていくことが、えー、今回のです、ねえー、新型コロナウイルス対策にね、一番重要なポイントになってくると、そういう認識を持って、 確かにあの今、ね、すでにワクチン接種が先行している国々なんかを見ると、やっぱり65歳以上への接種がある程度こう広がってくると、劇的にこう重症化率とかがぐっと下がってくると、だからその辺というのは当然意識しますよね。そうですね。だ、問題なのはです、ねあのそのえー、ワクチンは確保しました。はいえ その高齢者に向けて7、月末までに、接種を完了するためのワクチンの量は確保しました。はいえー、そして、えー、まあ、あの、自衛隊含めてね、その、接種をする、うん、そのハードの部分といったらいいんですかね、えー、接種をする人たち、はいえー、まあ、医療、えー、お医者さんですね。で、加えてですね、今回、あのーえー、まあ、超法規的な措置ということで、はい、歯科医師の投入も、えー、予定されていますよ、というところで、そういったハード面のね、確保っていうのは、はい、まあ、 あのうまくいったんですよ、じゃあ、そのソフト面はどうなのか、はい、えじゃあ,あ、そういうスムーズにね予約が取れるのか、うん、あるいはその会場に、ですねその高齢者の方々がスムーズにえー来て、時間通りにですねえ接種が進んでいくのかっていうところを考えてみると、ここやってみなくちゃわかんないなというところになってくる、で私、実はね、中央区の接種会場をちょっとね、取材しに行ってきたんですよ。これ築地にありましてね、はい、でそうすると ててね、ちょっと一番ちょっと気になったのが、えー、やっぱり付き添いの方がいらっしゃるんですよ。あそうですよね、えー、ご高齢の方だと、一人で来るとかね、あるいはご夫婦で来るっていうのなかなかこれも、えー、難しいところがあって、です、ね、中にはね、うんうんで、そうするとやっぱり付き添いの方々が必要になってくるなと、じゃあ、そういった人たち、まあ、だから、えー、会場にスムーズに連れていくっていうのは、これはうまくいくかもしれないけども、じゃあ、はい、そういった人たちは、どこに待機してはいいのかとかね。あ えー、だからそういったところがですねこう,うまくいくのかなっていうのはちょっと心配でんかねあの、それこそ移動にもこう時間かかる方も多いから自治体によってはそれこそこう座っておいていただいて、ね、で打つ人たち とかその前で問診をする人たち消毒をする人たちが大名行列のようにわーっと行くと結構早く打てるんだという知見が出てきたりするようですねだからそのねあの経験が積み上がっていくことによってスピードも加速されていくんじゃないのかなと思いますただ問題なのは大阪なんですよ、東京はですね大手町のところにありましたねここは分かりやすいんですけれども大阪のアクセスが悪いんですよ、中之島にあってですね そうなんですね。 で京阪電鉄ってほとんど利用しないんです、これ、無<ー>駅京阪の、これ、ののれ地下鉄の延伸したところなんですよはい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 、なるほど。だから、ここってなかなか分かりにくい、でそしてこれに京阪電車に乗るというアクセスが非常に面倒、えー、くさいというか、難しいというところもあって <laughs>、ええで、そしてこの会場というのが、ですね、うん、会場なんですが、ちょっとね、構造がね、悪いから、それがどうしたらいいのかという問題がねなるほどね。 えーということで、まずはワクチン接種についてでした。今日よろしくお願いします。はい。 さあ7時代もコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いいたしますはいお願いします,します、えー、それからワクチン接種について様々い,いただいておりますが、はいえー、山口で開業をされているリリパットさんという方、えー、うちの市の現状をお伝えしますと、はい、で、あのー、かかりつけの医療機関の接種先行で予約始まってます、うん、6月からは集団接種と、うん、で、えー、ただあのー データのやり取りっていうのが大変なんだと、うんえー、V シスというですね厚労省のシステムにまず登録する必要があると、うんでえー、今度、打ったら打ったで、えー、VRS というワクチン接種記録システムというのがあって、えー、接種希望者が持ってきていたクーポンのバーコードを読み取るシステムがあり、えー、これはわれわれの開業医のところにもタブレットが、えー、配られていて読み取りをするんです、うん、と、えー、お分かりだと思いますが前者が厚労省で後者が総務省と、えー、それぞれ入力をすることになるんですよね。うん いやだからこそやっぱりねデジタル超構想とかねそういうことになりますね、えー、統一化っていうのは必要になってくるんですよえーえー、今日も8時までよろしくお願いしますでは次第最初のニュースこちらです共産党市委員長次期衆院選に向け立憲民主党と協議へ 共産党の志位和夫委員長は15日、東京都内で講演し、次期衆院選で立憲民主党との協力を進めるため、野党が政権を獲得した際の協力のあり方について、早急に協議を開始したいとの考えを示しました。志位、ええ、委員長は立憲中心の政権ができた場合、閣外協力にも含みを持たせております。まあ一方で、この政権構想というものがもう協力の前提になるという、ええ そこのの部分は厳しくなったかもうここ最近のです、ねまあ、赤旗等々を読んでてもね、はい、やっぱりこの政権構想っていうところに、えかなり重きを置いてるようですし、ただこれについては、ですねやっぱり立憲民主党としては、どうしよう、意味なのかなと、はい、あんまりそこはね、ぐいぐい来られてもなというのが本音のところじゃないのかなと思いますね、ただ場合、あのこの野党共闘、つまり野党のね、野党間の選挙協力です。 東京都っというのは、軸になるのはやっぱり立憲民主党と共産党、どうするんですかというところなんだけれども、これ、あんまりですね立憲民主党としても共産党とべったりくっついてしまうと、一つは労働組合である連合と、もう一つは国民民主党、この離反を招いてしまうんですね、そのことは、でさっきの3つの補欠選挙、再選挙、見ててもですね明らかでしたよね。例えば広島確かに野党候補は勝ちました ただ、えー、枝野さんとね C さんが最後の最後まで同じですね、えーまああのー、ツーショットでね、はいえー、選挙演説することはなかったというね<の>でこれは、えー、たまたま偶然ではなくて立憲民主党サイドが、はいえー、避けていた。 えー、そううなならいいように調整していた、えー、でこれに対してはあまりにも冷たい扱いじゃないかということで、えー、共産党がですね、えー、かなり反発してたようですけどね、はいまあ、そこを乗り越えてということなんでしょうけども、あるいは今度、えー、長野に目を向て見ますとね、国民民主党は共産党が推薦したことによって、はい、推薦を取り下げるとかって一時ねうでしたね,したね一時そういう動きもありましたし、あるいは、えー、国民民主党を、えー、支援している、あのー、民間系の、ね、大手メーカーのロシ、はいえー 労働組合の、ね、委員長なんかに話聞いてみますとね、うん、いやいや、うちがね、うん、あのー、立憲民主党の左派の人たちと、あるいは共産党と一緒にやれると思います、左さんって、できないでしょうねって私言ったんですけどね、<laughs> <laughs> まあ、えー、そういうような状況が、はいえー、どう、ね、乗り越えていくのかっていう課題は大きいと思いますよ。ただ足し算でででいいいくわけけじゃないないなと思ままますけどねねで、まあ今まではあ今はる意味こう、ねえー 明確に約束をしての協力ではなくて、あうんの呼吸で、はい、じゃあ、ここ候補取り下げましょうかみたいな感じでやっていたのが、これ、ある意味の政策協定みたいなのを結ぶのかっていうことになると、ええ、まあかなり違ってくるわけですよね、その辺ねええ、だからそのあたりで、えー、きちっと、えーね、約束を交わして,て、今、飯田さん言われたところが、一番大きなポイント、はい、それに乗ってこられるのかどうなのか、ただし、ここにある種、人質があってです、ね、はい、東京都議会議員選挙ですよ。 あなるほど、やっぱり東京都議会議員選挙というか、ですね議席制で言ったら、はい、もう立憲民主党いるんだかいないんだか、よく分かんないような、えー、今回、ですねやっぱりそこで一定程度のですね議席増を果たしていかなきゃならない、はい、そうするとやっぱりきちんと、でその都議会議員選挙で共産党と調整をしていかなきゃならない、ただそれやるんですか、やらないんですかというところなんだろうと思いますけどねうん、まあ、やっぱ国政、このね衆院選が10月の任期までに必ずどっかであるだろうということ、ね も考えると両方まあある意味前哨戦としての都議選とかとても重要になってくるわけですね非常に重要ですねこれ連動しますからねだからそこでも一定程度の立憲民主党としては、はい、あの議席増を図っておきたい勢いをつけておきたいというところなんじゃないかなと思いますけどねうんまあ政策協定となると個別具体的な話になってくる、うんえー、原発であるとか、はい、あれ消費税であるとか、うん、これは割れますよね まあもう一つはやっぱり、えー、憲法改正ですよ、えー、憲法についてどう位置づけるのか、はいえー、確かにですね、えー、国民投票法、ねえー、成立をしまして、うんうん、あそこだって微妙だと思いますよ、だって共産党は反対したわけですから、ただ、不対条項というのがな、はいえー、3年以内に、ね、詳細については詰めていくというね、3年間という猶予期間。 1>, 1年じゃなくて3年という、ですねだからその間はですね少しこう曖昧に物事を進めることができる猶予期間ですから、次の選挙にはあまり影響しないのかもしれないけども、はい、やっぱり政策協定になると、ですねその憲法改正についてどう、えー、スタンスを取っていくのかっていうところも、ガチンコこでね、話し合いしなきゃなりませんからね、うん、確かに、で他方ねあの、週末に行われた各社の世論調査を見ると、うん、この国民投票法の改正案が、ね、あの成立の運びを見たのを見て、で じゃあ中身の議論をすべきだっていうのが7割を超えるような調査も出たりなんかしていて、そうですね、憲法改正についてっていうのはね、ねちょっと世論変わってきてる感じありますもんね、えーあのー、ですから、そういった点でいうと、うん、やっぱりきちんと議論していくべきじゃないのか、2つあって、やっぱり1つは中国の問題、でもう1つはですね緊急事態条項ですね、うんはい、このやっぱりあの新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、うん、これやっぱり必要だっていうことになってきたんでしょうね、うんえー、まずは野党共闘についてでした。 今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。では取り上げるニュースこちらです。緊急事態宣言昨日から北海道、岡山、広島に対象を拡大。政府は昨日新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を北海道、岡山、広島の3道県に発令しました。 宣言の対象地域は9つの道府県となり、期限は今月31日までとなっています。えー、9つの都道府県ですね、東京も入っておりますんで、はいえー、期限31日までということであります。はい まあこの件に関して言うと、要するに、当初のねえ政府の諮問等に対して、分科会があの抵抗して、新たに加わったと、北海道、岡山、広島が加わったっていうのが一つ大きなポイントなんでしょうけれども、ただね、私思うんですよ、のこのね緊急事態宣言、あるいはまん延防止等特別措置、指定するには、大体大きく7つの基準、指標っていうのがあるじゃないですか。例えば、病床使用率であるとか、重症者向け病床使用、 あるとかあいは1週間あたりのですね、十万人、人口12万人あたりの感染者数の増加であるとか、いくつか重要指標、7つのうちの大体4つぐらいが重要指標なのかなと思うんですが、うん、これで見てますとね、うん、そ,のそれぞれをですべ、ね、てクリアしても、指定されていないところもあれば、うん、その基準,基準以下でもね、はい、指定されてしまうところもあると。これ何のののための指標なのか っていいうのよよくわかんないんなでですよ、うん、で総合的に判断してっていう言葉がね、はい、必ずついてくるんだけれども、うん、そうするとね、これってなんかこう、恣意的に、あのなんかこう、否定するような、つまり、はいえー、そういったですね対応を指定するような状況になって,て非常にこう、えー、混乱を招くんじゃないかなと、きちんとその指標を決めたんだったら、例えば北海道ですよ、うん、分かりますよ、北海道に緊急事態宣言を発出するのは分かる。 逼迫してないんですが、うん、札幌市、大都市ということもあって、ですね、はいえー、感染者が激増しましてね、そこだけがちょっとポイ問題になっているという状況なんですよ。そうするとね、その前に、じゃあ、えー、札幌市の、ね、近郊でその病床は確保できるのかできないのかっていうところを、はいえー、考えていくと、ですね、うん、相当これは難しいぞということになって、どう全体では、えーまあ、指標は全く、えー、超えてないんだけれども、うん、とりあえず指定しましょう。 個別の順も分からなくもないんだけれども、えー、まあ、えー、とはいってもですね、えー、国民であるとか、県民、同民にとってみると、えー、なんでっていうことにも、これ、なりかねませんからね。で、そこでなんで指定されたのかというのを、きちんとこれね、説明をしていく。あるいはな えー、国民に納得がいくような形で、えーまあ、そこはすね、えー、指定すべきじゃないかなと、私も思いますけどね、えーまあ、あの緊急事態宣言は、立て付け上、都道府県全体にというようなもんですが、一方で、まん延防止等重点措置って、確か都道府県が、まあえー、市区町村を指定しながらやるっていう,、ねうね、方法だったと、まあ、北海道の場合はそれもすでにやってましたが、はい、広島、岡山っていきなりなんか緊急事態宣言になったなっていうような感じはあったんですけどね。 だからそれもですねやっぱり広島県の場合は、県知事がですね強くそれを要望してたっていうね、はい、うえ状況がありますから、はい、そうすると、じゃあ、県知事が要望するとその、ね、指定されるのというところになってしまう、じゃあし、さっきの話じゃないけど、はい、その7つの指標って何なのっていうところになりかねませんからね。これ、結局ね、ね飲食やってらっしゃる方とかっていうのは、当然、そういう情報にね、えー、非常に。 じっくり見てますよねそうすると、その指行で、まあ、次の,じゃああのお店だけのどうしようかとか判断してたのが全く予見できなくなってきますよね、こののえー、だからそういった意味で言うと、こう仕入れの問題であるとか、人繰りの問題等々も出てくるでしょうから、だから、あのー、その点についてです、ね、やっぱり一番影響を受けるであろう飲食の人たちにとってみると、これ死活問題ですからねその点の、その点についてもちゃんと考慮してるのかどうなのか、で加えて問題なのは、はい、協力 協力金、1月の分がようやく支給になっているという,うな状況じゃないですか、はいえー、なんでそれがスムーズにいかないのか <laughs> というねういや、いいんですよ、だから、えー、そういうね、えー、指定をするのはいいんだけども、はい、それとね、ワンセットでこの協力金というね、だってこれ、ある種、命綱だってやっぱり言うんですよ、えーえー、飲食の人たちにとってみるとね。 だから、あのー、そういった点で言うと、ですねそこはあのスムーズに進むように、はい、やっぱりこの辺もね、考えてもらいたいなと思います、ね、うんまあね、あの入ってくるべきお金が入ってこないということになると、うん、まあじゃあ、つなぎで融資を。 ね、金融機関にお願いしたりなんかしなきゃいけないと、それが、ね、あ,のある程度無利子、無担保で今できるとはいえ、ね、ええ、かなり煩雑になってきたりとか、うん、いろんなところに影響出ますよね。そうです,、ね、あのですから、それもですねやっぱりあの自治体サイドかね、だはい、だかそれを借りる必要のないお金じゃないですか、本来,だ本来的にはうんだからその、ねその、なぜその負担を、やらなくていい作業の負担を、えー、飲食の人たちに押し付ける のかっていいうね問題もあると思まあそしてねえこれ緊急事態宣言がこう出続けるという中でまあワクチンについてというのも今日から大阪と東京でその予約というものが始まりますけれどもこれがなかなか広がっていけば ま、この数字、緊急事態宣言とかっていうのも落ち着いていくということになりますかね。そうですね。あの、これはですね、先行している、例えばイギリスであるとか、まあ、イスラエルもそうでしょうけども、はい、特に私に注目しているのはアメリカなんですよ。アメリカ。で、アメリカなどはですね、はい、やっぱり6月から、あの、例えばニューヨーク州、ね、全米最大の都市を、ニューヨーク市を抱えるね、ニューヨーク州なんかはですね、えー、飲食店の営業時間が週夜営業、つまり24時間通してやれるようになる。え、あるいは、えー、なんですか、ミュージカルのね、劇場であると これがどんどんオープンしていくという流れになって、えー、やっぱりこのあたりもです、ねえー、ワクチンの接種がどんどん進んでいって、もう今ね、予約なくても接種できるという状況ですし、そういったところを考えるとです、ねえーこう、経済活動の再開ということと、もう完全にこれ、リンクしてきますからね、まあ早急にです、ね、ワクチン接種は進めてもらいたいなと、もう先例がありますから。はい、えー えー、そしてもう一つ用意していたニュースはミャンマーで拘束されていた日本人ジャーナリストの北住雄樹さん一、えー、ヶ月ぶりに解放され帰国というニュースですまずは成田空港での北住さんのコメントですあの今後はです、ね、あのミャンマーの方から世界に対しているといわれることがたくさんありますのでそういったことをあの日本の方と多くの国の人たちにしたいと思います えー、北角さ,さんはあミャンマーで嘘の情報を流したなどの罪で起訴され1か月間拘束されていたということで、えー、ミャンマーの人たちから世界に伝えてくれと言われたことがたくさんあると、えー、多くの国の人たちに伝えていきたいというふうに話しております、うんもうあのね、1か月ほどで解放されたっていうのは、はい、本当によかったなと思いますけどね起訴はされてるんですけれどもただ、やっぱり一体何がそこで起こっているのかっていうことを、はい やっぱりあの伝えていく、情報発信をしていくということは、もう絶対的に必要ですからね、だからそのことによって、あのーまあ、日本政府も含めてね、はい、正しい、ね、ミャンマーに対する対応、特に国軍に対する対応っていうのを取っていかなきゃならない、ただ、一つは、まあ、その前提、一方でね、はい、やはり、あのー、発展途上国という位置づけにあってです、ね、なん何でもかんでもね、はい、先進国と同じ基準で、つまり、えー、国軍イコール悪というね、うんえー、そういうレッテルを るっていうのも、うんまあ、もちろん今回ね、その人権を受任しているという点で、はいえー、国軍、圧倒的に悪いですよ、ただやっぱりミャンマーの置かれている国内の状況っていうのも、うあのどういう状況なのか、そのですね見極め上で、やはり現地の情報の発信っていうのは必要なんだろうなと思いますねうん、まあ、現地、インターネットもなかなか使うのが難しいと、ね、ういう状況の中で、確かに情報がまず出てこないっていうことが続いてますもんね。ね<え>う だから、まあ、あの政府としても、このスタンスが明確になってないじゃないですか、うん、日本政府日本政府も。はい、だから、そういった点で言うとです、ね、じゃあ、日本政府として、えー、どういうふうな、はいえー、スタンスを持ってね、このミャンマー情勢に臨むのかっていうところもです、ね、やっぱり考えていかなきゃならないんだろうなと思いますけどね欧米各国は人権の面で、まあえー、個人制裁等々も法律としてできると。 そういうこともあるので、まあ、それを使っているところはありますが、日本はまあ今のところ、そういった法律がないのもありますよね,ね,えねえで加えて、どうなんでしょうね、もう一つはね、はい、その人権問題に腰,腰が向け引けてるような。 感じもしたくもないんですようん、うん、これはあの新疆ウイルグの問題であるとかね、はいえー、でこのミャンマーの問題であるとか、えー、だからそこに対してねちょっとね国際世論っていうか、えー、国際社会が日本にどういう目を向けてるのかっていうところもですねうん、うん、やっぱり考えていけばいいじゃないかなと思いますね以上おはようニュースネットワークでした、えー、この時間は教えてニュースキーワードです入管法改正案 政府が国会に提出した外国人の在留管理を厳格化する入管法改正案について、与野党では断続的に協議が行われてきましたが、折り合いはつかず、14日には野党3党が衆議院に自民党の吉井法務委員長の解任決議案を提出しました。与党は18日の衆院本会議で解任決議案を否決し、今,月中にも今週中にも法務委員会で採決する方針です。 えー、これね、あの先週、先々週あたりからずっと揉め続けております、はい、あのこのポイントっていうのは、この法律のポイントはね、はいえー、国外退去処分を受けた、まあ、外国人の方がですね、入管施設に、えー、長期収容されていることが、これまでもたびたび問題になってきましたよね、はい、でこれに対して、あのスムーズな、ねえー、帰国を促すような、えー、それを、そこの部分を改正していこうじゃないか、その命令を出せるようにしようじゃないか、強制力を持たせ じゃないかというのが最大のポイントなんですよでもちろんね、えーえー、そういう状況ですから、うん、望まない帰国ということになって、うんはい、これが外国人の えー、方々のですね人権を侵害するんじゃないかと、えー、いうところになってたわけなんですけど、うん、どうなんでしょうねと、えー、いうことだと、僕、ちょっと、ね、疑問に思うんですけれども、えー、もうそこのじゃあ、処分がです、ね、うん、帰国命令の処分が、是なのか非なのかっていうところからこれ、やっていかないと、でもそこは一定の基準を設けて、待機命令出したんだから、じゃあ、スムーズな帰国を促すのは当然じゃないかなと、うん、私は思いますけどね、うんまあ、そもそも論としての不法入国だとか、不法残留っていうのがあるわけだから。 そういう処分が出てるわけですよね,ねまあとはいっても、ですね、ええ、えこの部分は、まあ、一部人権団体等々を含めてね、やはりその、うんじね、外国人の人権に、はいえー、配慮してないじゃないかという、ものすごい強い。 反発がありましたから、いずれ、これはね、えー、そういった部分に引きずられて、解、はい、決法案になっていくんだろうなと、うんだから当初は、ですね、はいえー、立憲民主党などは、えー、与党との、つまり自民党、ね、公明党との修正協議に応じるっていうね、えー、ところをずっとやってきたわけなんですよ。うんより良いものを作りましょうと、はい、いうところで、これは常識な動きだったと思いますよ。たたただじゃあななぜこれれは決裂したのかとというでですね、はい、あの入管で、えー、亡くら、あのー、スリランカ のの女性方ですかこの方の映像を開示するかしないかと、その開示のタイミング、入管内の映像の、これについては野党側ね速やかにすぐ出せみたいなところを言っていて、これは無理なんだでしょう、7月ぐらいまでに入管がきちんと調査をして、調査をした上で合わせて映像を公開しますよ、提出しますよという段取り、いや、その7月まで待てないで、今出せみたいなね。 ええところで、結果的に決裂。つまり内容じゃないのよ、法律の。うん。決裂したところというのは。結局、突き詰めてみると。ええ。うん、つまり。対応が悪いみたいな。うん。だからこれ、決裂を前提に動いてきたとも言われても、あ<ー>つまり、どういうことかというとですね、おそらくこのままいくと、どうなんでしょうね。はい、えー、委員会はですね、強行採決という流れに、 なっていくでしょうね。うで、そうすると映像的にというかビジュアル的にですね。はい、またその反対を押し切った与党の応募みたいなね。<ー>というところがそのシーンが欲しいのかなと。はい。 選挙を前にすると、ねえー、つまりこの国会でも野党は一生懸命仕事やってますよみたいなね、まあ、もちろんそれは、えー、秋までに行われるでろう衆議院選挙であるとか、都議会議員選挙を強く意識した、ある種パフォーマンス的な中でね、はいえー、この強行採決というシーンをです、ね、演出しようとしてるのかなと。 そう思えても、だって中身的には合意してるんだから。法案の中身については。確かにそうですよね。合意してるというか、合意にいた、ね。まだ至ってはいないけれども、やろうとしてたと。えそあったわけですから。なそうすると、あの、出世協議に応じた側からすると、え、どうしていきなり舵切るのみたいな。表辺しちゃったのっていうふうに見えると。だから結果的にね、これ強行採決になっていくと、そういう形になっていくとね、原案のものなんですよ。 あ修正しないのは法案が成立してしまう、そ,うね、それでいいんですかというね。実の部分が。まあこれね、この入管法と、それからあの先週の金曜あたりは内閣委員会が、うん、あの 審議が止まったとここ、こ内閣委員会は今度は外国人の土地に関しての、はい、え法案をいや、これからやろうというところで、はいえー、それが吹き飛んでしまったと、内閣官を呼ぶ呼ばないという話が、はい、あ議題となってきましたけれども、はい、なんかやっぱ国会後半に向けて、こういう事態,事態というか、増えていくんですかね、実績、ねまあ、作りなのかなと。<laughs> 思いますけどね。まあ、それにしてもですね、この政治上の駆け引きで、こういった時間を無駄に使う。もちろんね、私はね、あの、そういった点で言うと、少数意見の尊重、これ大事だと思いますよ。えー、ね。はい、あの、国会の議論の中で少数意見を尊重していくってことは非常に重要だと思うけれども、うん、ね。うんうんね えー、とはいってもです、ね、揉めるための,の決裂みたいなね、はい、それだけを目的とした、えーえー、決裂とか、えーね、っていうのは、ちょっとどう考えてもおかしいんじゃないかなと思いますよね、うん、だから与党としてはやっぱり少数意見を尊重するために修正協議も応じてきたんだからという,、はい、と,いうところはあるんだろうと思いますけどね、まあ完全に突っぱねたわけじゃないのにっていうのは、入管法改正案、今日のキーワードでした。 今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,スプ,アップイスラエルとハマスの軍事衝突、国連安保理が3度目の緊急会合。 国連安全保障理事会は日本時間16日深夜、イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突について3度目の緊急会合を開きました。会合冒頭ではグテレス事務総長が戦闘の即時停止を要請しております。 イスラエルとパレスチナの衝突というふうにも報道されますがパレスチナ自治区の中でもヨルダン川の西岸地区はファタハと呼ばれる主流派が、まあ、治めていてそしてガザ地区はこのハマスという組織があ実効支配をしているというところでこれ、相当なんか、ね、ミサイルの打ち合いみたいになってますし、えーまあ、加えて、ねえー、あの地上部隊の,、ねはい、あの突入というのも十分ありえるような状況になってきたと。 ういうところでどん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 エスカレートしていって、あの着地する気配が見えてこないですよねうーん、えー。国際社会も、まあね、なかなかどう手を打ったら良いのかという感じになっているのか、えー、今朝この時間はですね、イスラエルとハマスの軍事衝突について、中東情勢に詳しい国際政治アナリストの菅原いずるさんに伺ってまいりまますす電話がつながっていい菅原さんおはようございます。 あおはようございます。よろ,ますよろしくお願いします。今回のこの衝突なんですけれども、これ、きっかけって何だったんですかえっとですね、あもちろんあの長年の,、はい、あの積み重なることっていうのはあるんですけれども、直接、えー、的な原因はおそらく4月13日だと思うんですね。1か月ぐらい前になると思うんですけども。はい この日はちょうどのイスラム教の,あのラマダンという断食月が始まった日なんですけどもえちょうどこの日はですねイスラエルの戦死した兵士を追悼するユダヤ教の行事とこう同じ日になってしまったのでその日の夜にまあイスラエルの大統領がこう重要な演説をするということでこのイルサレムでまあ重要なこの あるアクサモスクって大きなモスクなんですけども、そこのイスラム教のお祈りの,、ね、あの声をスピーカーで流すんじゃないっていうふうに言ったんですねで、それはできないっていうふうにモスク側が言ったところ、イスラエルは治安部隊を送り込んで、モスクの電気を遮断してしまったと、スピーカーの音を消してしまったということがありまして。 えー、それに抗議した人たちがもたくさんこう集まってきたというのが一番目だと思います。でこれに対して、まあ、警察がかなりこう過剰に反応しまして、はいえー、このこアルアクサモスクにこう入る入り口がいくつかあるんですけれども、タ、えー、マスカス門という、まあ、一番主要な入り口の前の広場、はい、ここを封鎖しちゃったんですね、うでここはこうラマダン期間はだいたい夜、若者たちが集まってお祝いするという場所なんですけども、そこから若者たちが締め出されてしまったとっいうのがあって、 もうすでにこの頃からあパレスチナの若者と、はい、おユダヤ人の衝突というのは路上レベルで始まってましてかなりユダヤ人の極右グループなんかも入ってですねあの激化してたんですねうんそれに加えて旧市街のパレスチナ人の,あの居住区から、はい、のパレスチナ人の家族を立ち退かせるという裁判がちょうど重なってしまってですねそれでも感情的に非常にエスカレートしてしまったというのがありましたそういう経緯があったんですね。はい でそこから、まあはい、なので、まあ、ある意味こう、若者たちの放棄だったりとかっていうところから、今回の,そのハマスの動きにまでっていうのは、時間があったんですか、ええ、それとももうにっあの、これ、だんだんとこれ、緊張が高まっていって。ええ でこの要するにこうパレスチナ人の立ち退きっていうのはです、ね、これはけしからんということで、もう5月4日の時点でハマスはですね最後の警告だということで声明を出してまして、はいえー、こんなことをやめ,やめろと、すぐにやめろということを言ってたんですけれども、その直後に、えー、これ5月7日の金曜日の夜なんですけれども、イ、はい、スラエル警察が、 この同じくアルアクサモスクにこう突入しまして、催涙、えー、ガス、閃光弾、スタングレネードだとか、ゴム弾まで使ってです、ね、強制的に取り締まったんですね、でその直後、5月10日、また警察がこのモスクに入ったんですね、はい、なので、この宗教心の高まるこのラマダン期間に、もうイスラム教の一番大事なモスクに3回も警察が武装して突入してきたということで、はい、もう怒り心頭でもう警告してたハマスも、それを受けて、えー まあ、ロケット弾を発射したと、そういう流れになろうかと思いますうん、これ、あの、イスラエル側としての狙いっていうのは、そんな緊張を高めるような行動を取り続けてる感じに見えますけれども、これは何かあったんですか 本当ですね。あのー、おそらく、これ、ネタニヤフ政権は否定していますけども、はいうん、これ緊張が高まることを望んだんでしょうね。うえ彼の政治的な、あのー、なんて言いますか、はい、あのネタニヤフ首相は組閣に失敗して、今野党側が連立協議を進めていますよね。この野党側っていうのは反ネタニヤフっていうことで、こう、寄り合い状態みたいな形で、左派系から右派の極政党みたいなものまで、うん 一緒くたになってたんですね。ですので、イスラエルとパレスチナの緊張が高まって、対立が高まれば、この連立うまくいきませんから、ネタネス首相にとっては好都合っていうことなんで、このイスラエルとパレスチナの緊張が高まるのを放っておいたんでしょうね。なるほど、はい。他方、ハマスの方なんですけれども、はい、これだけこう、何発も何発もミサイルをぶっ放せるって、これ、相当な物量があるなって思うんですけども、どこから手に入れてるんですか そうですね、これはもうちょっとあの驚きだと思いますね、これだけたくさんの武器を、イランも含めて外部で支援してくれる国がありますが、はい、そこからあの立ってるっていうのと、自分たちで作ってるっていうのと、自分たちでも作るだけの能力があるんですね、そうですね。それでこれまで、まあ、2014年以来、大きな衝突っていうのは <laughs> なかったですから、はいえー、その間に、えー これだけやっぱりこう、溜め込んでいたということでしょうね。うはい、これ、そろそろ溜め込むのが、あの、まずいところまで来たぞっていう、<っ>イスラエルはそういう、こう、何か思っていたと。思ますね。イスラエルは定期的に、あの、これ、非常に非人道的な言い方なんですけども、はい、イスラエルの軍事作戦っていうのは、あの、芝刈りのようだと言われるんですね。は<ー>あ,ある程度一定のところまで芝が伸びてきたら、芝刈るじゃないですか。それと同じようにパレスチナ側の軍事能力が、 ずっとこうゼロにすることはできないんだけれども、一定程度、やばくなってきたら、軍事作戦を行うっていうのがイスラエルのやり方だというふうにずっと言われてきまして、今回もそういう側面がないとは言えないと思いますうんでこれ、ハマスを支援している大きなところにイランがあると言われますよね、イラン、これ、選挙ですよね、この辺って絡んできたりしますか、大統領選が近いっていうのは。 そうですね、大統領選挙もそうですし、えー、あとはやっぱアメリカとの核協議もやっていますので、<ー>えー、そういうところにこのイスラエルとパレスチナの問題がかなり激化して、しかもアメリカがイスラエルに対して圧力を加えないという状況がずっと続くと、ですね、えー、そちらの側に影響が出るということもありますよね、当然。うん スタジオにはジャーナリスト、須田慎一郎さんもいらっしゃいます。はい。あの、いろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、あの、はい、私一番注目しているのはちょっとアメリカの動きなんですよ。はい。あの、やっぱり、トランプ政権からバイデン政権に変わって、まあ、トランプさんは、え、イスラエルでったり一色でしたけれども、あの、はい、バイデンさんの役割というのは、今、えー、この中東情勢で、どういうような位置づけにあって、今回、仲介の任というか役割は果たせそうなんでしょうかどうなんでしょうか はいあのバイデン政権とすれば、あんまりそういう役割を果たしたくないというのが基本的にまあ,あるんだろうと思いますね、え非常にこうなん,ていうんですかねあのどちらかというと、パレスチナとイスラエルの問題が激化しないで、沈静化して、あまり自分たちが関わらないようにしたいというのが、あバイデンさんの基本的なスタンスです。 っていうのはあのイスラエルとパレスチナの対立というのは、アメリカ国内のポリティクスにもこう影響してきてしまいますので、えー、アメリカ国内の分裂もさらにこう強まる、もっと言うと、民主党の内部での分裂というのが強まってきてしまいますね、民主党の中というのは、リベラル、左派の人たちも結構いますので、はい、パレスチナ寄りの人たちがたくさんいるんですね、一方、議会運営では共和党も含めて、えー、うまく調整していかなきゃいけませんけれども、共和党は圧倒的にこうイスラエル寄りと。 いうこともありますし、うん、民主党も中道派の人たちは、まあ、イスラエル支持っての、あのうん、バイデンさんも含めてそうですので、うんえー、そういう意味で言うと、なかなかここに引きをつけたくないし、関わりたくないというのが、バイデンさんのおー、まあ、スタンスだったんでしょうね。うんはい、なので、今、かなり出遅れた形になっています。どういう対応を取るかというのを慎重に考えながら、 対応ししよううと思ってるでしょうねうんなるほどえ、そうするとアメリカ、腰が引けている中で、イスラエルはこれ、はいあの、まだまだ空爆続けるっていうようなこともお、はい、出してますけれども、しばらくはこの状態が続くということですか、はい、そうですね、イスラエル側がもう、外部がどうこうではなくて、イスラエル側が、というか、今のナタニヤ政権が、はいあ、これでとりあえずはあのー、今の目標を達成というところまでやるんでしょうね。 それは軍事的にはある程度、ハマースの能力を下げるということと、あとは連立協議も含めた政治的な流れが自分の方にうまくいくという確信が得られたあたりで、この辺でという区切りをつけるんじゃないかなというふうに思います周りのアラブ諸国の声ってあんまり聞こえてきませんが、今回、どうなんですかいや、かなり反発してますね。<ー>えー、そういううい意味で言うと あのイスラエルと関係、正常化をしたようなアラブの国々も、はい、もう今、ものすごく声を上げて、あ<ー>あの反発をしておりますうん、はい、でそれぞれの国にいは、パレスチナ寄りの人たちの抗議行動というのも大きくなっていますし、今後、イスラムの国々では、えー、反イスラエルのこう抗議行動というのは、もっともっと大きくなると思いますねうんそういう国々の意見というのは、でもネタニヤス政権としては、まあ、あまりに返さない全く返さないですね。はいう そこに日本として何かできることっていうのはありそうですか日本としてできることというのは、あまあ、政治的に仲介をするとかっていうことは、やっぱり強制力もありませんし、影響力も少ないですから、そうすると、あのーまあ、関係ない人だから黙っててというふうに言われるだけですので、なんかなか難しいでしょうね。う はい、まあその意味では人道的な支援だとか呼びかけとか、そのぐらいにとどまるというところですすかそうですね、はい、国連だとか、やっぱ EU だとかがそういう声を出していますので、そういった国々とお、ま、歩調を合わせて、とにかく停戦の,のためにこうあの外交努力をする以外、なかなかちょっと難しいんじゃないかなというふうに思いまますねなるほどわかりました菅原さん、どうも朝日からありがとうございました。 またいろいろ教えてください、ありがとうございました国際政治アナリスト、中東情勢にお詳しい菅原いずるさんにお話を伺いました、まあ、このニュースを取り扱うと、どこに出口がっていうのは、非常にね、えー、難しい問題ですよ、ね、ねまあ仲介を取り持てる、そういった、はいえー、国、あるいは勢力がないっていうのが、ただ、私ね、一番大きな問題っていうのは、やっぱり国連が機能不全に陥っていることじゃないかなと思いますけどね。う えー、イスラエルとハマスの軍事衝突について今日のスクープアップでした。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。